こんにちは。ゆるく目指すセミリタイア生活、略してゆるセミです。今回はですね、 HDB 上場から今まで毎月1万円積み立てするとどうなるのかというところで見ていきたいと思います。前回ですね、 SPYD で同じような動画出しましたけども、今回は SPYD と相性が良いと言われる HDB で見ていきたいと思います。動画の最後の方はですね、 SPYD と HDB のセクター分散だったり重複する銘柄について見ていきますので、気になる方は最後までご覧ください。では自己紹介から入ります。私、ゆるせみと申します。29歳の会社員、独身で一人暮らしをしております。 YouTube の方にはですね、セミリタイアに関する動画だったり投資に関する動画っていうのを上げております。気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではですね、早速中身ということで、 HDB の上場は2011年3月29日でしたと。そのため今回は2011年4月から2020年5月までの範囲で見ていきます。毎月1万円を月初に購入しまして、税金は考慮しませんし、為替はですね、毎月毎月の為替で計算していきます。結果としてはですね、投資金額は110万円、保有口数が152口、平均取得単価が 71.38 ドル、分配金はですね、 2302.966 ドルっていうのをね、もらえることができるということになります。5月28日現在の為替で、まあ約107円だったんで、それで計算して246,417円ということになります。評価損益としては1915ドル、107円で計算して204,905円、分配利回りは 21.22% ということで、2011年から2020年まで毎月1万円ずつ買っていくことによって、分配利回りが 20% 以上というですね、非常に大きな結果が得られることになりました。ではですね、ちょっと条件を変えて、毎月3万円の場合どうなるのかっていうところで見ていきます。結果としては投資金額は330万円、保有口数が456口、平均取得単価が 71.38 ドル、分配金の方が 6908.899 ドルっていうのをね、もらうことができるということになりました。107円で計算して739,252円です。評価損益としては5,745ドル、日本円で約60万円ですね。分配利回りとしては 21.22%、先ほどと一緒になります。ではですね、毎月5万円ということで見ていきます。投資金額は550万円、保有口数が760口、平均取得単価は一緒ですね。分配金は 11,514.83 ドル、107円で計算しまして1232,087円ということになります。評価損益もプラスとなりまして9576ドル、107円で計算して約102万円ということになりますね。分配利回りは一緒になっています。ということで、毎月の積み立て見てきたんですけども、今からですね、 SPYD と HDB の相性がいいというところを見ていきたいと思います。それぞれのですね、セクター分散プラスしたものをですね、今表示している円グラフにしております。そうしますとですね、情報技術、資本財、一般消費財、素材といったところはですね、まあ、ちょっと少ないのかなというふうに思いますけども、それ以外のですね、セクターについてはですね、それぞれ 10% 以上あってですね、まあ、程よく分散が効いているのかなというふうに思います。ちょっとですね、エネルギーに偏っているかなというふうに思うんですけども、まあ、その理由としてはですね、この重複銘柄っていうところでですね、エネルギーセクターの部分の重複の銘柄がですね、7銘柄ありました。ですからエネルギーがちょっと多くなっているっていうのはですね、やっぱ重複銘柄が多いからっていうところが挙げられると思います。ですから SPYD と HDV 基本的に相性はいいんですけども、エネルギー銘柄が多いため、エネルギーセクター全体が下がるようなことがあると、そのポートフォリオ全体が下がるっていうようなことになるのかなというふうに思います。まあ、しかしですね、SPYD にしろ HDV にしろですね、銘柄の入れ替えっていうのはですね、今後起こり得ますので、今現在の重複銘柄がですね、この画面に映ってる銘柄だからといってですね、まあ、今後はどうなるのかっていうところはちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ、さらにですね、重複銘柄が増えるっていう可能性もありますし、重複銘柄が全くないっていうことが起こり得るかもしれませんし、そこら辺はですね、今後ちょっとですね、両方の ETF 見ていきたいなというふうに思っています。ではですね、今回の動画のまとめに入っていきます。 HDB をですね、上場以来買っていると分配金利回りも高く、評価もプラスになることが分かりました。 SPYD と組み合わせることによってセクターも程よく分散されます。しかしですね、エネルギーでの重複銘柄が多いっていう部分がありますんで、エネルギーのね、セクター全体が下がってくると
SPYD にしろ HDV にしろ下がってくるので、その部分では少しきついかなというふうに思います。 HDV はですね、高配当株投資の人気 ETF の一つになります。 SPYD との組み合わせも良好になっています。僕自身もですね、今 SPYD 一本で投資をしているわけなんですけども、 HDV はどうかなというふうに思ってですね、今回の検証動画っていうのを作ってみました。まあ、今後ですね、 SPYD 一本でいくのか、 HDV もプラスしたポートフォリオにしていくのか、ちょっと考えているところではありますけどですね、今回の動画とか、またですね、 VIM の検証動画っていうのも作っていきたいなというふうに思ってますので、まあそこら辺見てですね、考えていきたいなと思ってます。ではですね、今回の動画は以上になります。このチャンネルではですね、高配当株投資もやってますので、投資に関することだったり、まあ、セミリタイに関する本とか、あとはセミリタイに関する考え方とか、まあ、そういったことをですね、発信してますので、興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。